はい、今日はですね、このルーディーズの魚しらば、これの、どういった動きしてるか、このピラピラの部分がどんな動きしてるか気になりますよね。本当に釣れるのか、どれくらいアクションしてるのか、これをね、ちょっと皆さんに見ていただこうと思って、動画撮ってます。なので撮った後は、まあなんか魚ちょこっとだけ釣っていこうかなと思ってますけども、このね、魚しらばまずカラーとかどういった仕組みっていうのは過去動画アップしてますので、よかったらそちらでご覧ください。で今までね、僕の実況の中では、まあ、根魚はもちろんカサゴ、キジハタ、マハタ、ベラで、メバル、もうアジとかもめちゃくちゃバクチョウとか、本当にいろんな魚が釣れてますけども、まあ、穴釣りにも使えるし、キャストしてリーディングだったりポールだったり、本当にいろんな釣りに使えます。めちゃくちゃ握力が強いです。この魚しらばどのくらい動いてるかっていうのをまずご覧いただきましょう。あいつらめっちゃ気になりますよ。足で、はい、こんな感じです。どうですか動き。めちゃくちゃ動くでしょ。これでね、ちょん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 としてリフトしてボールしても、リーディングしてもね、スイミングでもめちゃくちゃこうなるんで、非常にねアピール力が強いです。そしてもう非常にねその辺でバシャバシャって、ね、気になります。1g で届かなくなる。今のパターントップに出てるんで、この辺の釣りじゃないんであれですけど、せっかくなんでね、ボトムの釣りを今回はちょっとやっていこうかなと思います。アジとかリーディングとかの動画ちょこちょこ出していくんでっていう感じで、この魚しらばのねちょっとした動き見ていただけたと思うんですけど、もうちょっとね綺麗に釣れたらよかったんですけど、ついでなんでせっかくなんで、ね、釣っていこうと思います。でこれ今回は、基本はね穴釣りとかがメインってなってますけども、本当にいろんな釣りで使います。まあ、アジングだってメバリングだってナニングだって OK、ね、まあ、要は五目何でも狙います。特にアジとかもめちゃくちゃ効きますからね、これね。で今回はボトムを狙う釣り方でいきたいと思うんですけど、まずキャストしました。キャストしてボトムについたらトン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 っていうアクション、まあ、要はヘッドをこうシェイクさせていく感じですね。トントントンでもいいですし、くるくるくるってフィーリングで巻いてきてテールがブル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 となってくれるんですね。
で止めたらホールしながらまたテールがずっとだからこう動いてるイコールテールが動いてるんで、スカートもめちゃくちゃ動くんでかなり強いですね。何かしらの魚が釣れるはずです。せっかくね水中映像映したんで、まあ、せっかくあの動きの映像を映したんでね、ちょっと一匹ぐらい釣っていこうかなと思いますけど、まあ、その中でも今日はバトン、あとはまあ冬の時期で言ったらカサゴ、まあカサゴは穴釣りでももちろん釣れますし、テトラのこのねとか敷石の隙間とかで釣れますよね。でそれカサゴがよく釣れます。もちろんこうやってキャストしてトントンとボトム叩きながら寄せてくる、めちゃくちゃ長い棒があったらよかったのかな。なんかメバルかなんかかね、ねえ、あーマイクロベイト食ってる時のパターンかな、シラスみたいなね。よっしゃ来た、よっしゃ来た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 、さあ来ましたよ。何が釣れたかな。あららららら、あらららららら、高葉ちゃん、これはさすがにお口に入れれる。はい、こんな感じか。後頭はどうなってるかが見えんからなんだよな。はい、こんな感じですね。カワちゃんが釣れました。ここにねフックがもうがっつり、どうですかこの魚シラは。まあ今ここねテトラとかがないんで穴釣りじゃないですけど、今投げてボトムをズル引きしたりトントントンとしたり、リーディングしたりっていうアクションで釣れました。だから本当にこうまず釣り初心者の人とかね穴釣りで楽しんだりして、でもちろん、いろんな魚が釣れるんで、ね、リーディングしたりボトムズル引きしたりっていうねやってみてください。もうこれねだからね、まあ五目釣りの中でももう本当にオールマイティに使っていただけるんじゃないかなと思います。まあ小魚を食べてるようなベイトフィッシュパターンの時も使えるし、ね、プランクトンの時はプランクトンの時にでまた、ね、あとは狙い方変えれば使えますしね。非常に有利になりますよこの魚シラバは。五目釣りにもなんでこう穴釣りねはもちろんですけど五目釣りにも最適ですね。はいっていう感じですね。まあ今回ちょっと、ね、魚釣りました。まあ来たついでにねちょっとボトムを釣りもやってみましたけど、今後はねまずこういった感じでその魚シラバを使っていろんな釣りの動画をアップしていきますので。よろしくお願いします。ということで今回魚シラバの水中映像でした。以上って言っちゃった。ご視聴ありがとうございました。